はい、皆さんこんにちは、石野花帆です。今回のテーマは古典を学ぶ意義についてお話ししていきたいと思います。まあ、古典の学習法と言ってもいいかもしれないんですけど、結構その書道初心者の皆さんとかって古典っていう言葉すらわからなかったりとかすると思うんですよ。実際に私もそうだったんですけど、大学生の頃、大東文化大学書道学科に出てた、もう1年生とか2年生の頃ですね、書道の古典の授業とかっていうのがあったんですけど、なかなか興味持てなくて、その時の先生たちには申し訳ないんですけど、せっかく授業していただいてるのに、いい講義を受けさせてもらってるのに、全然その時は魅力がわからなかったんですよ。なので授業を聞いてても、もう右から左みたいな、でなんでこの古典やんなきゃいけないんだろう、なんでこれ真似しなきゃいけないんだろうなみたいな感じで日々、悩んでたんですよね。なんですけど、実際にその自分がその古典の魅力とかその価値とかに気づいてから、あ、古典ってやるとこんなに自分の字変わるんだとか、古典やってたおかげでいろいろ作品作りに生きてるなとか、本当に古典やっといてよかったって思うことばっかりなので、今回はその私が気づいた魅力っていうのを皆さんに惜しみなく伝えていきたいなというふうに思っています。で、この動画を見ていただくことによって皆さんには何がいいかっていうと、まずはじめに古典を学ぶ意義、なんで学ばなきゃいけないかっていうのが明確にわかるっていうことと、あと2つ目、古典の特徴がしっかりつかめるようになるっていうこと、あとは3つ目ですね、古典を学ぶ時の方法というか学習法、どこを意識して、真似して書いていけばいいのかとか、どういったことに気をつけながらやっていくと自分の身にちゃんとなっていくのかっていうことですね。そういったことを分かりやすく詳しく解説していきたいと思っておりますので、これから書道を始めようと思っている方や、書道経験の長い方とかも、あんまり古典に今まで興味持てなかったなって感じてる方は、ぜひ見ていただきたい動画の内容になっています。で、このチャンネルではこういった書道の基本的な知識だったり、皆さんのためになる情報をどんどん発信していきたいと思っていますので、興味のある方は下の赤いチャンネル登録ボタンから登録をよろしくお願いいたします。それでは本題に行きましょう。はい、先日こんな質問をいただきました。今回も勉強させていただきました、ありがとうございます。一点質問させていただきたいのですが、私は今草書は先生の指示で長髄糸を練習しています。長髄糸っていうのはこういった感じですね。これ長髄糸の作品です。ただ正直今の私にはその古典の良さがあんまりわからないため、書いていてもあまりモチベーションが湧かず、草書の練習がおざなりになってしまっています。もっと法上を何回も見て臨床を重ねれば、法上っていうのはこういうのですね、こういうのを見て何回も練習を重ねればその良さが分かってくるものなのでしょうか。先生は臨書する古典の良さが分からない時、どのようなモチベーションで練習されていたのか教えていただければ幸いです、みたいな、こういったコメントだったんですよね。で、それに対して私どう答えたかっていうと、その気持ちめっちゃ分かります。第一印象あんまり好きじゃないっていう古典も、いざその古典の特徴をつかむとどんどん楽しくなってきます。まずは起筆の角度、筆圧、軸の傾き、運筆の速度、粗密のバランスなど徹底的に研究されると、もしかしたら見え方が変わるかもしれません、みたいな、そんな感じで、言ったんですけど、実際そうは言っても、その古典の楽しみ方、古典を学ぶ必要性みたいなのを実際にこう感じることができないと、なかなかモチベーションってわからないと思うんですよ。なので今日は皆さんのモチベーションを上げるために、なんでこの古典が必要なのかとか、学ぶ意義をお伝えできればなというふうに思っています。はい、じゃあ早速なんですけど、今日一番みんなに伝えたいことがあります。それはやっぱり古典を学ぶ意義なんですよね。なんで臨書をしなきゃいけないのかとか、なんで昔の中国の知らない書家が書いたものを真似して書かないといけないのかみたいな、そういうのって結構疑問に感じてる初心者の方とかって多いと思うんですよ。私ももともとそうだったし、その気持ちすっごいよくわかります。こんなの興味ねえよとか、なんでこれがうまいのみたいな、そういう感情を持たれる方が多いっていうのももう知ってますし、で生徒さんとかもそうです。実際に私今130人ぐらいの生徒さんに教えてたりするんですけど、そういった方の中でももともと古典に興味があって、それをやりに教室に来てる人っていうのは1人か2人ぐらいしかいなくって、ほとんどの場合はみんな最初興味なくって、そっから始まって私がこれやってみたらどうとかって勧めることによって、みんな仕方なくやってくれるみたいな、そんな流れでみんな臨書やってくれてはいます。で、そういったもともと全然興味なかったっていう人でも、やっぱり臨書をいざやってみると楽しいとか、
先生もっと教えてみたいな感じになってくんですよ。でそうなると私はもうしめしめみたいな感じで思ってて、でみんなその書道の多様性に気づき始めるんですよね。書道って一通りじゃないんだみたいな、楷書ってこれだけが楷書だと思ってたけどいろんな楷書あるんだみたいな。でそして展覧会に行った時とか、あとは書道の教書ってあるじゃないですか、こう書道教室通ってる方だったら絶対冊子もらえますよね。あの本とかに載ってる書体とかを見ても、あ、こういうのもありだよねっていう風に理解できるようになったりとか、いろんな先生が書くお手本を見ても、あ、この先生はこういう意図を持って書いてるんだろうなとかが分かるようになってくるんですよ。でその古典の知識とかが全くない人が例えばある先生のお手本を見たとします。そうすると、え、この先生癖強みたいな感じで思ったりもするんですよね。でそれって本当に紙一重で、古典を知っている人だったらその独特の書風の先生の書くお手本を見ても、あ、この先生は素晴らしいお手本を書いているって感じるところを、古典を全くやったことがない人とかだと、なんだこの書、なんか癖強いなぐらいにしか思わないみたいな。でそういった違いが出てきます。であとは書道の展覧会とかでもそうなんですけど、すんごいいろいろ、あの、いろんな書風で書かれているものがあってめっちゃ楽しいのに、古典をやったことがないとその楽しさに気づけなかったりします。例えばなんかこうフラッと書店に立ち寄っても、あ、なんかこの先生の書いた字はなんか弱々しいなとかなんか全然迫力ないなとかって言ったりしてるのとかも、たまにこうちらほらやっぱ入ってきますよね。いろんな人がこう喋ってるのとか聞いてると、そういう風に捉えちゃうんだみたいな、ほんともったいないなみたいな感じで思ったりしてるんですよ私は。でそれもそういう繊細さが美しいって感じたりとか、余白の美とかって言われてるぐらいで、その余白って絶対必要なんだけどなみたいな感じで私だったらわかるんですけど、知らない人はその余白が寂しいとか、なんかスカスカしてるみたいな、なんかそういう風に映ったりするんですよね。なので古典を知ることによって、正しく書道が鑑賞できるようになるっていうのと、いろんな先生方が書くお手本をちゃんとその見れるようになる、いいものとして捉えることができるようになるんです。で素晴らしいお手本も見方を知らないと、素晴らしいお手本は普通のお手本ですよね。普通のお手本にしか見えないですよね。もっと言うと、そのお手本下手とか言う人いるじゃないですか。全然下手じゃないしみたいな、その先生はこういう古典を元として書いていて、めっちゃ古典的で素晴らしいお手本じゃんみたいな感じで思うものもいっぱいあるんですよ。なので見方一つでそんなにも変わるっていうことなんで、まずは古典を絶対学んでほしい。これが私の意見ですね。初心者も上級者も関係なく学んどいてほしいんですよ。でそうすればもうちょっとその書道の深さ、面白さにも気づけるでしょうし、悪いことっていうのは一つもないはずなんですよね。はい、それでは古典の特徴についてお話ししていきたいと思います。まずは皆さんこちらをご覧ください。書という字を4つ集めてみました。これどれも唐の時代の古典から引っ張ってきた4つの書なんですけど、よーく見ると少しずつ違いがあるのに気づきますか？全然変わんないじゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、よーく観察してみてください。結構違いが見えてくるはずです。でその中でも自分が一番好きだなって感じるもの選んでみてください。でそうすると皆さん形で選んだりとか太さで選んだりとか今されたと思うんですよね。でそういった感じで同じ書という字、同じ楷書一つとってもいろんな様々な書き方があって、いろんな様式、筆使いも様々だっていうことが言えるんですよね。で今日はそういったたくさんある古典の中でも特に私が重要だと思っている楷書の古典を4つ集めてみましたので、順番に解説させていただきたいなというふうに思います。で今回用意したこの書っていう字がまさにその4つの古典から取ったものなんですけど、まず1つ目、孔子廟堂碑ですね。愚青南という人が書いた孔子廟堂碑という古典があるんですが、その古典の特徴をお伝えします。まず1つ目、丸みがある、こう向かい合う縦角が構成っていうんですけど、こう向かい合っているっていうことですね。こういう穏やかな書風であるっていうこと、あとはこの点接部分、折れのところをよく見ていただくと、こうしっかり押さえて下に行くっていうよりはこう丸みがかってるというか、あんまり押さえずにこうコブとかできてないですよね。そういった丸みがあるのが特徴なんですね。であとは全体的に線質を見るとゆったりとしているなみたいな感じで言えると思います。じゃあ次は九星球を見ていきましょう。王陽順という人が書いた九星球霊仙銘という古典です。これはさっきの孔子廟堂碑と比較するとどうでしょうか。
この横画同士の隙間も均等で、なんか計算されたようなすごく美しい整った字形ですよね。でさっきの格子平等比に比べるとやや縦長に見えるなみたいな。あとは線をよく見るとさっきよりも直線的かもしれないな、そして細いかもしれないなみたいな感じで、いろいろな違いに気づけると思います。でさっきの格子平等比が構成だったのに対して、これはどうやって言われてるかっていうと背勢っていう風に言われてるんですよね。向かい合う縦角がこのように反っているように見えるの背勢と言います。こういった雰囲気の違いによって温かみのある格子平等比と、すっきりとして凛としている急性球冷泉面みたいな感じでよく比較の対象にされています。それでは貯水量が書いた岩頭小鏡図を見ていきましょう。これはさっきの2つの古典と比較すると行書っぽいなっていう風に思いませんか？なんで行書のように感じるかというと、こう横画の始まり、起筆の部分がちょっとこう造法しているような雰囲気だったりとか、あとはこの横線を引く時の雰囲気がちょっとこう湾曲が強くなっていて抑揚があるように見えるので、柔らかいリズミカルな字ということで行書っぽく見えているんですよね。加えてその線の細さがよりそれを引き立たせてるっていうのもありますし、あとは書の縦角の部分見ていただくと若干こう倒れてるの分かりますか？前傾姿勢になっていますよね。でこれ縦角がややこう左に倒れているのを書道では前傾姿勢とかって言ったりするんですけど、前かがみの字形になってるとかって言うんですけど、これは行書によく見られたりするんですよ。なのでそういった雰囲気だということが言えると思うんですね。顔真の書いた多方頭皮の書っていう字見てみると、やっぱり他の古典と全然違ってますよね。なんか終筆、この横線の終わりの部分とかがこうちょっとグッと入ってるような感じだったり、より太さも他の古典よりもあって力強かったりしますよね。でそういった特徴があります。はい、ここまでで古典の特徴を4つお伝えしてきたんですが、今回は楷書に限ったお話でしたし、しかも唐の4大家に特化してお伝えしたんですけど、その他にも、たくさん数えきれないほどの古典が存在して、でその中で皆さん好きな古典を見つけてきて臨書していくわけじゃないですか。最初に皆さんにご紹介した質問でもそうだったんですけど、長髄糸っていう人の古典を学ぶように先生に言われてるんだけども、なかなか自分ではモチベーションを上げづらかったりとか、学ぶ意義が感じ取りにくいっていう人も、こういったことを抑えながら学ぶことによって、もしかしたらこれから楽しいって感じるようになるかもしれないので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。まず一つ目なんですけど、絶対に意識してほしいのは起筆の角度です。起筆の角度っていうのはその後の線を決める大事な一歩なので、その時にどういう風に入ってるかっていうのをよく観察してほしいんですよね。この適当にページ開いてみましょうか。顔真の多方頭皮から、例えばですけど、この月の一画目とかってどういう風に入ってるかなみたいな感じでめっちゃ観察するんですよね。そうすると、意外と45度で入ってないな、こういう風な角度で入ってるみたいな、こうやって入ってこう運ぶのかなみたいな感じで、いろいろ自分の中で想像を膨らませるんですよ。で起筆の角度がうまくいくと、その後の線もそっくりになったりとかして、起筆の角度が間違っちゃうと、その後の線が全然そっくりに引けなかったりしてくるんですよね。なのでまず大事なのは起筆の角度です。でそれから2つ目、筆管の傾き、まっすぐ立ててるのか、それとも若干奥に倒れてるのかとかによっても出る線っていうのは全く変わってくるんですね。なので起筆ができたら次は角度を意識して、立てたまま書くとどうなるだろうとか、若干奥に倒して書くとどういう線が出るだろうみたいな感じ、いろいろ研究してみてください。そうするとピタッとくるものがあると思うんですよ。一番そっくりに書ける角度っていうのがあると思うんですよね。そういったのを意識するっていうのがまず2つ目ですね。でそれから3つ目は運筆の速度です。運筆の速度っていうのは、例えば1本の線を引く上でも、例えばこの月の1画目の話で言うと、これって払いだからだんだん速くなってるんじゃないのみたいな感じで思うじゃないですか。でもそうとは限らないかもしれないですよ。なのでよく観察してどうなってるかなみたいな感じで考えるんですよね。で私は今どういう風に見えてるかっていうと、この月はだんだん速くなっているとは思いません。だんだんスピードが落ちて、その後でスッと払ってるんだろうなみたいな、抑揚があるっていうことです。だんだん遅く、だんだん速くみたいな、そういったリズムがこの中に存在するんですよね。でこの3つの条件、起筆の角度、筆管の傾き、それから運筆の速度、この3つの条件が揃うことによって、その古典と全く同じ線が出せるようになってくるっていうことになります。なのでこの3つ、まず最低限やってほしい3つですね。このどれが欠けても多分同じ線は出ないんじゃないかなって思うので、どの古典をやるときでも、草書でも一緒です、行書でも一緒、何の古典をやるときでも、この3つだけは絶対に押さえておいてほしいです。
それから他にあるかな、なんかその形の話になるんですけど、粗密っていうのも大事なんですよ。まあ、書道は余白の美って言われるぐらいで、余白を綺麗に見せるとすごい作品としてよく見えてきたりとかっていうことなんですよね。九星球とかが分かりやすいかもしれないです。どれがいいかな。じゃあ例えばですけど、この九星球の星っていう字見てみてください。これって粗密のバランスが結構美しいなっていうふうに私は思うんですよね。で、何がすごいかっていうと、この羽の上の余白がすっごい広く取られてて、文字の中心だってここですよ。普通だったらなんかもうちょっとこの辺が中心な感じするじゃないですか。でもこれだと中心がこの辺なんですよね。ほとんど右側に線ないじゃんみたいな話なんですけど、でもなぜかそのバランスがよく見えるみたいな、そういったのがまあ古典の魅力でもあって素晴らしいところなんですけど、そういったこの密になっている部分と素になっている部分をしっかり捉えることができれば、その形を真似するっていうのは割と容易になるかなと思います。で、なかなかそっくりにならないっていう人ってやっぱ生徒さん見ててもそう思うんですけど、本当になんか形とか性質とかばっかり真似しようとしてて全然余白見えてないなみたいな感じで思うんですよ。まずはじめにこの文字を見た時に余白の位置を捉えるっていう癖をつけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。例えばこの泉でも払いの上の余白すごい広みたいな、なので文字の中で一番広い余白はどこだろうっていうのをまず考える癖をつけるといいかなというふうに思います。これだってここですよね、これだってここですよね、これだったらここかな、ここにもすごい広いなみたいな感じで余白を捉えるようにしましょう。あと文字の重心とかも結構大事かもしれないです。例えば顔真の字とかだと、まあ、文字の中心ってまあど真ん中だったりするのも多いと思うんですけど、結構その皆さんこれ美しいって感じるんじゃないですか。割と整った感じしますよね。でそれに対して今お見せしてた九星球ってどうですか。書道やったことない人だとちょっと違和感感じる場合もあるんじゃないかなって私は思うんですよ。だってこの余白広すぎじゃんみたいな、これとかこんなにめっちゃ潰れてないみたいな感じで、もしかしたら見慣れてない人だったら思うかもしれないなって思うんですよね。でもそれが古典の特徴だし、重心が左側にある、この寿とか見てもそう思いませんか。すごい左側に重心あると思いません。もうこの重心の取り方って古典の特徴なんで、そのまま真似した方がいいんですよ。自分が知っている整っている字に変えないようにしてほしいんですよね。その古典を素直に吸収するっていうことをやっていくと、いろんな古典が比較できるようになったり、その古典の魅力に気づいていったりするんですね。なので、これって本当に上手なのかなって疑いの目を持つことのないようにすると割と学びやすくなってくると思います。でちょっとでも疑うと、その古典ってこれ本当に上手なのかよみたいな感じ、ちょっとでも疑うとマジで成長止まるんで、私一回経験あるんですよ。大学生の頃とかもなんかあんまり見慣れない古典に対して、これって本当に魅力的なのかなみたいな疑いの目を持ってた時期があって、でもそういう風に古典を見ている間ってマジで吸収できないし、マジで成長しなかったんですよね。本当にもったいない時期を過ごしたなという風に思っていて、今は普通に素直にその古典を吸収しようとしてるんですね。この古典は絶対にそこに魅力があるはずだから、そこを吸収してみようっていう風に素直にここから学ばせてもらった瞬間に急成長できるみたいな、そういう経験何回もしてます。多分これからもいっぱいそういう経験すると思うんですけど、そういう経験の積み重ねによって書道の深みが分かってくるし、もうめっちゃ楽しくなってくるし、でそれを私は普段から生徒さんに伝えるっていうことをやっているんですよね。なので、これからもこういった情報をたくさん配信していくので、興味のある方はぜひチャンネル登録してもらったりとか、あとこの動画の内容とかいいねって思っていただけたら高評価ボタンも押してください。あとはコメントもどんどんください。コメントいただけたらその質問自体がこうやって動画になったりとかするので、書道に対してちょっと悩みを抱えてるとか、こういったことを先生にちょっと直接は聞きづらいから私に聞くみたいなのでもいいです。なのでどんどん本当に遠慮なくコメント欄にコメントいただければなというふうに思っています。それでは皆さん、また、動画楽しみにしててください。バイバイ。